ギフマドットエグゼの回転時計です。デンデンと呼ばれてます。クロスオーバーエグゼ入れてビハインドのメニューを紹介します。最初の方にあった足を入れてビハインドのやつをやります。で、この時によくあるのがビハインドの時にこうやって重心がこういう感じになっちゃったりするとクロスオーバーの方がコントロールできなくなったりするんで、常にいい姿勢でやってみてください。じゃあ行きます。次はちょっと8の字行きます。で、この時にできるだけ大事にしてほしいのが、次はたまに遊びな感覚でやってみてほしいのが、こうやってジャグリングみたいなやつです。で、これも逆もあるんです。ちょっとやれるといいかなと思います。